はい。おはようございます。榎野本隆之です。えー、今日も、えー、飲食店集客万歳ということで、えー、3分から5分の時間を使って、えー、集客の、飲食店の集客の話をしていきたいと思います。えー、と今、えー、昨日からね、えー、アンケートの、えー、話をしています。 で、えー、っとですね、顧客満足度を上げて、お客様にファンになっていただいて、再来店、集客につなげるっていうことに関して言うと、アンケートっていうのはすごく重要だっていう話をしていました。で、僕も、えー、結構ね、長いことコンサルタントの仕事も、まあ、飲食店しながらのコンサルタントの仕事を入れると、結構長くやっているんですけども、まあ、基本的にこう相談を受けたときに、えー、あなたのお店ではアンケートやってますかっていうことをいつも聞いていて、で、えー、なかなかやってないんですけども、 まあそのアンケートを取ることから始めましょうっていうことをすごくよく言ってることなんですね、だからすごくあの重要なことだっていうふうに捉えていて、ですね、まあ、こんなアンケートを使ってます、まあ、もちろんそのスマホ内で完結するやり方なんかも今はあると思うんですけどもね、ただ、どういうアンケートを取ればいいのかっていうようなことで言うと、まあ、この紙の方が説明しやすいので、こんなものを、ね、紹介していきたいと思いますけども。 ちょっと上から順番に解説していきますね。上にはですね、一番上に毎度当店、まあ、これ店名入れていただければいいんですけど、当店をご利用いただきましてありがとうございます。で、このアンケートに答えていただくと、抽選で商品券をお送りします、お食事券をお送りしますというふうになっています。で、これでそのアンケートを答えることによって何かプレゼントもらえるということで、アンケートの その書いていただく率が上がりますね。で、そのアンケートを書いていただくてプレゼントを送る方法とすると、まあ、これはその郵送でって書いてあるんで、郵送でっていうことイコール、まあ、住所を書いていただくってことになるんですが、まあ、これはあのメールで送るのでとか、えー、LINE、公式 LINE で連絡するのでっていうことをして、で、えー、セットでその ま、顧客リストとして、取っておくっていう、お客様をリスト化するっていうことにつながるっていうことなので、ま、アンケートを取るっていうことと、顧客名簿を作るっていうことは、必ずセットでやっていくっていうことが、実は、基本的な考え方として、僕は思っています。で、日付、その次日付を書いて、来店回数ですね。この来店回数も、結構重要なポイントになってます。 で項目で言うと、まあ、商品のことを聞いて、接客のことを聞いて、お店の綺麗いな汚い綺麗か、汚いか、衛生管理のことを聞いてるんで、まあ、これ、分解すると、QSC、クオリティー、サービス、クリニデスの店舗力の QSC の3つを順番に聞いていくっていうことが、えー、1つの考え方ですね。 店舗、まあの状態を聞くということをイコールそれを分解すると QSC の、えー、状態を確認するっていうことになります。で、えー、ここに、えーえー、非常に良い、良い、悪い、非常に悪いと4つの項目があって、えー、実は、えー、ここには、えー、普通っていう言葉をあえて入れないようにしているんですけども、まあ、それへんのこともね、あのー、 順番に、えー、具体的に一、えー、つずつ解説していきたいと思いますけども、で、ここの中心部には、えー、当店の、えー、麺は、えー、非常にこう、えー、こだわりの小麦粉を使った麺なんですっていうことを書いてあるんですけども、ここは、えー、そのアンケートの項目の中にですね、お店の USP、ユニークセリングプロポジション、えーねまあ、今これまで説明してきましたけども、ユニークセリングプロポジションっていうものを、あえて質問の形、アンケートの質問の形を取りながらも、この USP をはっきりと書き込んでいくっていうことをしています。そして、えー、ここのご来店の動機なんかもです、ね、雑誌、テレビで見た新聞で聞いたなど。 あるんですけどもこういった項目を聞く上でまあ、もしテレビに出たことがなくてもテレビで見たという項目を入れておくっていうことをしますこれも細かく解説していきますそして、えー、満足したかしないかまた来てくれるか来てくれないかあとこのアンケートの中で結構重要なのは今日のスマイルナンバーワンのスタッフの名前を書いてもらう でこれをセットで、そのスマイルコンテストをやったりとか、あるいはトレーニングをする上で、このアンケートに書いてもらうということをみんなで目指していくということのために入れておきます。そして、競合店の中ではどういったお店が好きですかということと、まあ、住所を書いて、最後、コメントに関しては、まあ、ここにはこんな形で書いてあるんですね。スタッフはお客様の幸せと、お客様からの応援の言葉活力です。で本日お客様に、 が感じた幸せ、スタッフの対応の、えー、応援の言葉をお書きください。えー、もしくはく苦言などをございましたらお書きください。っていうふうに書いてあります。でこれはあのーまあ、極力、ね、いいコメントを書いていただきたいっていうのがあって、えー、さらにここに書いていただいたことコ,メコメントっていうのは、まあ、実質のまんま、えー、集めて、えー、お客様の声として活用するっていうことになっています。まあ、こすごくざ、ね とバーッと全体の解説をさせていただきました。明日からですね、一つ一つ、本当に心理学に基づいて、お客様の心をつかむための、えー、言ったテクニックっていうのが、このアンケートの中にすべて隠されていますので、一つ一つ項目を追って解説をしていきたいと思いますので、また明日もご覧になってください。それでは、えー、集客飲食店集客万歳ということで、今日も榎本孝議がお送りいたしました。それではまた明日お会いしましょう。ありがとうございます。